はい、皆さんおはようございます。はいはい、ね、今週もお届けします、嘘のような本当のはということでですね、はい、この番組は、宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾、海の見える素敵なスタジオから、ね、お届けをしていきますけれども、今日はね、11月20日、寒くなってきましたね。日曜の朝、皆さんいかがお過ごしでしょうか。というわけで、今週もお届けしますが、私は、パーソナリティの土井秀人と申します。いろんなこうメッセージお待ちしてますので、メールアドレス797泣くなですね、はい、アットマーク fmginoan.com です、ね、この番組は YouTube、ね、YouTube ライブとか映像でネット配信してます、ね、後で放送の後でも、YouTube で見れるっていうのもありますしね、はい、サイムアル放送、ね、スマホで聞いてください。ぜひぜひアプリリスラジマイチューナーレディオダウンロードでいつでも楽しんでいただけます。ということで今週も、ゲストさんをお迎えしてお届けしたいと思います、ね、皆さん体操終わりました、ね、この番組素敵なお話になるといいな。はい、そんなわけで嘘のような本当の話、今週はですね、ゲストに、はい、早速ですが新森ひかしさん、これまたね、あの宜野湾でさ有名なお店があるわけ、皆さん知ってます、琉球ヒート、琉球ヒート。ああ、でね、うんうん。琉球ヒートの新森ちかしさんと WO イースト代表の北条政浩さんをお迎えしたいと思いますが、お二方、おはようございます。おはようございます。はい、ねえ、琉球ヒートさん、うん、私ももう本当にお世話になってます。おいしいお肉と、ね、嬉しい、なんていうの、スタッフさんのね、笑顔ということで。新森さん、あの別のね番組も出ていただいたんですけれども、今日、うん、どうですか最近、あの新森さんの、体調やら新森さんネタやら最近のご活動ご活躍、ちょっと簡単な自己紹介からお願いしましょうね。はい、今琉球ヒートは、サムギョプサルを専門店として今やっておりまして、韓国料理ですね、それがメインとなっております。あとは、海外の方にもあの姉妹店がありまして、そこを行ったり来たりを今僕は、はい、やっている状況です。あ、新森ちかしさんのお立場というかお役割としてはどんな、はい、リュークヒートさんで、はい、僕は今マネージャーとして、もともとは、まあ、料理長であの料理のいろいろ研究を、やっておりました。はい、海外にまでというのはちなみにどういう理由でですか？海外は、フィリピンセブ島の方に、お店が今2店舗やってまして、そちらの方で、日本食を、メインに教えております。それは何ですか、いわゆる刺身寿司的なではなくて、ちょっとまあ B 級というか、あのカレーライスとかラーメンとか、牛丼とかそういった料理ですね。それかん、フィリピンに来られる観光客、観光客もそうなんですけど、地元もやっぱり日本食がやっぱり、うん、あの大好きなので、はい、あとはステーキをメインにしてるお店とかもあります。カレーライスはなんかあれですよね、カレーっていうとなんかインドみたいですけど、ライスがつくとにあの日本食になる。あ、そうですね、結構受けいいです。受けいいですね、はい、やっぱりそうなんですね、はい。あ、なるほど。じゃあちょっとね、その話も含めつつなんですが、嘘のような本当のは、はい、私はあの琉球ヒートさんね、宜野湾 の、まあ、あのここに北条さんによくね連れてっていただく美味しい美味しい、あの何、あのここに今目の前にある三品茶色したね、あの黄金のタレ美味しいですね。ありがとうございます、はい、お肉もねもちろんなんですけど、あのタレへのこだわりや工夫っていうのは、タレはですね、あの韓国に、行った時にその行列 ができているサムギョプサルのお店があったんですけど、そちらのタレがあってですね、甘酸っぱいタレでめちゃくちゃうまかったんですよ。その時もともとフランス料理をしてたんですけど、ちょっとおいしいタレがあるぞと紹介されて、そのタレの研究から始まって約1年半後にできたっていう感じで、再現できたっていう感じで、それでお店開けました。
お店ではえっていうね、それこそ美味しさもさることながらご紹介してるわけですよね。こういうこういう風にこのタレつけて食べると美味しいです。そうですね。なるほど。まあね、私思うんですよ、豪快にねお肉を目の前で焼いていただきながらタレと韓国、韓国っていうかやっぱ宜野湾ですかね。志望さんがいてなんぼの素晴らしいねお料理を提供してるんですが、つくづくね思うんです、あそこに行くたびにね志望さんのお顔を拝見して、やっぱね健康でいるからですよね。体調悪かった時にどんなしてたんでしたっけ。体調悪い時はなかなか病院に行く時間ももったいないなっていうのも実際あるので、薬を飲みつつあと水素ガスを吸って、自分で治すっていうのがよくありますね。もともと新森さんもその、ね、このドクター水素ボトルとの出会いっていうのは出会いになりますもん。そうですね、今1年ぐらい、はい、愛用しておりまして、はい、はいはい、これなくてはちょっと心配な感じですね。なのでフィリピン海外行く時も必ず持って行って、使用してます。おなんかやっぱりこうなんでしょう、僕すごくセブ島っていうとねやっぱり綺麗なイメージ行ったことないんですけど、なんかこう雑多ななんかわちゃわちゃしたイメージあるんですか。そうですね、人口が多いので、その分やっぱ走ってる車とかバイクも多いのでやっぱ排気ガスとかそこはちょっと、はい、気になる点で、僕扁桃腺が弱いのですぐちょっと、はい、なるほどね、その時は、はい、なんかどうでしょう、安心感ですかね、ドクター水素ボトルをなんかこう持っているというか使っている。そうですね、安心感はありますね、はい、何かあったらすぐ吸うっていう、はい、僕も実は最近車の中のこの何でしたっけ、ペットボトル入れとく、ドリンクホルダー、ね、ドリンクホルダーあるじゃないですか、はい、あそこにこれサイズぴったりなもんだからこう加入ですね、鼻にこうクッとあてがってそういうあれで使ってます、車の中で。ね、キックボクシングで有名な那須川天心君なんてね、いつもドリンクホルダーに入れながら吸いながら運転してますよ。ツイッターで見ました、はい、この前ね YouTube に上がってましたね、私の朝のルーティーンはこれですって言ってうちの水素握りしめていただいて、ね、こうだからねやっぱね今ね新森さんのお話でありましたけど炎症なんですよね、その排気ガスでこう喉が炎症を起こしている状態が、まあ、落ち着いてくるっていうことが起こったんでしょうね。そうですね、なるほどなるほど、ね、詳しいお話またちょっと後から聞きたいなと思うんですけど、一旦 CM 入りましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、というわけでね、嘘のような本当のはちょっとね本題に入っていきたいなと思ったりもするんですけれどもね、はい、私パーソナリティ土井秀人が、お届けしていますがね、WOイースト水素ボトルの北条さんと、ね、琉球ヒートから、皆さん知ってます？琉球ヒートですよ、覚えておいてくださいね、はい、琉球ヒートの新マネージャー新森近さんねお迎えしてますけども、なかなか新森さんもねやっぱりお料理ね、作る提供するにあたって、まあ、仕込みとかありますね、だ結構この立ち仕事が多くてなんかお辛い場面もある程度想像できるんですけど、日々どうですかその辺。
や、そうですね、ずっとやっぱり座ることの方がめちゃくちゃ少なくて、働いてる時は15分座るか座らないかぐらいだと思います。はいはい、そうでしょうね。その時はやっぱ足にだいぶ、はい、疲労が来るので、はい、あの疲れって言ったら疲れなんですけど、あの想像するとやっぱりね、むくみができたり、血液ね、なんかこう流れ悪くなったりみたいなのに思いますけど、はい、あのやっぱりお仕事中はなかなか吸えない。そうですね、仕事中は吸えないんですけど、ね、まあ、30分と5分だけでも吸えるので、それだけでもだいぶ、うん、あの体変わってくるので、はい、その時はちょっと吸ったりします。ちなみにあのまあまあ、程度の差はあれですよ。いや嘘でしょみたいな、例えばあの新森さんがどなたかにね、はい、うん、水素ボトルをおすすめして、はい、なんかこう変化があったとか、はい、うん、あのご自身でも、いや本当これはねうまく説明できんけど、あのこんなんあったとか、はい、そういうのってあります。あのヘルニア持ってる方がいて、その方が吸ってた時にだいぶ楽になったっていうのはあったんですね。はい、はあ、ね、あもう僕自身が実はそうだったんです、うん、もうね、なんてむやみね、この番組でもあの勝手に言ったことあるんですけど、あの沖縄は運動しないんですよ、もうご存知ね、もうおじさんもなんていうと、移動は、ね、はい、あの電車乗らないから車ですよ。で、ね、動かすとこのアクセルコンビニ行くのもね、車で行くっていう人聞いたことありますけどね。隣三軒みたいな、で、はい、100、200メートルも先じゃないって言ってもちょっと軽自動車出しちゃうぐらいな、ところがあると、うん、それでね、美味しいものもあるからって言っても激太りもしてね、やっぱり嬉しそうに食べて飲んで、はい、それでね、年も取ってきてほら体重肩がすごいじゃないですか、はい、腰やられましてね、当然、あ、本当ね、自分でやっといてバカかと思ったんですけど、この水素ボトルとのね、僕もう2年ぐらいなんですけど、出会いでやっぱ、ね、不思議なぐらい変わりますよね。変わります ね。どんな風に進めます？進める、あ、そうですね、進めるとしたらやっぱりあのちょっと体調が悪い方とか調子悪そうにしてるとすぐ行っちゃいますね。はい、どうしたのってなりますね。ねえ、はい、多分飲食店されてる方ってやっぱなかなか時間が作れなかったりっていうのがあるので、深夜帯に終わったりするので、すぐどこに行こうっていうのもできないじゃないですか。そういった時にも自分でやるしかないので、はい、管理は、体調管理っていうのは、はい、確かにね、あのお料理関係の人もまたそんなに動くわけでもないかもしれないから、そうするとね、本当にそういう隙間というか間を縫って、ちょっとお花にちょっと当てがってみてね、はい、という、うん、まあお嬢さん、あの僕もどんな風に進めますかっていうとね、結構な人がね、ガスガスっていうね、最初びっくりされますよね。そうそうそう、なんかね、どっかね、まあ怪しいあれもあるかもわかんないですけど、あの怖いもんだみたいな、うん、あ、ガスってねみたいな印象がやっぱり、ね、うん、だから全くこう自分も過去そうだったんですけど、知らないとなかなかこう難しいですよね、うん、この治ったみたいな話はできても、なんかこう人様になんとなくこううまく進めたいんだけど難しい。どんな風にね、あのガスの世界は、いいガスが鼻の粘膜に触れると体中の血管が開くし、うん、悪いガス、まあ、毒ガスですよね、が入ってきたら、例えばタバコですよ、一番ね、あの知られているのは。だから産婦人科の先生が、あの妊婦さんがね、なかなかタバコやめられないんですって言ったら、じゃあお母さんちょっとエコーを見ましょうねって言って、お腹にエコーを当てながらタバコ吸わせるんですよ。そうするとお腹の赤ちゃんがバタバタバタって苦しむんですね。人間の体ってうまくできていて、自分にとって有害な毒ガスが入ってくると血管を締めて吸収するのを、ね、ブロックしようとするんです。で、逆に水素のような活性酸素を取ってくれる最高のガスが高い濃度で、薄い濃度ではダメなんですよ、高い濃度で入ってきた時に鼻の粘膜が反応、鼻の粘膜がセンサーになって脳に伝達がいって、で最終的には体中の血管が瞬時に1秒以内にバンって開くんですね。でそれをグワーッと血流が
広がっていくので、まあ、いろんなところでいろんなことが起こるっていうことなんですね。なるほど、なるほど。あの僕もね、そのまあ、難しく今は理解できるんですけど、うん、そのお話プラスでやっぱり体験会っていうかね、体験してほしいですよ ね、 そうですね、あの目で見てもらうのが一番早いです、ね、一番で、はい、こうね、あてがう、 こう濃度とかの差とかね、はい、うん、あの実証的にこう見せられる、うん、でご自身 の、 その血液必ず見てもらってっていうと、うん、えこんなに動くわけっていうね、そうですね、あの切ったりしませんからね、あの特殊な顕微鏡でね、あの指の中を、中っていうかまあ表面なんですけど、観察をしながら吸ってもらうとご自分の体の変化がはっきり見える。これが面白いですよね。面白いですね。あ、そうそう、それはね言ってます、まあ、一回ちょっとね、あの行ってみようねって。そうですね、それが一番いいですね。え、そんなそんなで、あのこれ久しぶりですかね、11月の下旬、29、30、31と、これ東京ビッグサイトですね。そうですね、うん、数々の今までね、はい、お嬢さんからこう出会いを聞いてます、はい、うん、そこで実際にあれですか、こう展示というふうにパンフレットとか置いて血流、そうですね、うん、あの健康未病展っていうのがありまして、うん、でそこで、まあ、あのもちろん健康具合が悪いのを回復させようとすることも大事ですけど、そもそもそういうふうにならないっていう、で血流さえね良くなれば人間の体って自分の体の中に全部こう整えるメカニズムがあるのでね、何かに頼らなくても血流さえ良くしてあげれば、あのすごい、やっぱりね、僕もこういろんなお客様と触れていると、人間の神って、あ、体ってね、やっぱ神様が作ったんじゃないかなって本当に思うぐらい見事に完璧にできてるんですよ。その機能さえ元に戻してあげればいいわけで、何かこうこの部分をこうするとかあの部分をこうするとかじゃなくて、全体を良くする、こういう考え方なんですね。これがまあ未病にすごく役に立つということで、今回、ビッグサイトで、まあ、あのいろんなイベントにも出てるんですけども、今回は11月の末に、3日間、南島っていうところでですね、やるんで、まあ、そこに、私もいますし、まあ、いろんなスタッフと一緒に行ってきます。いいですね。はい、あの私も実はあの、ね、池田常務さんから聞きましたので、はい、東京の友人関係にこう、はい、ピッと、ね、あの送ってます。そうですね。体験に来ていただければ、ね、うん、いいと思います。そうそうそうね、はい、あのいろいろ見る中で、まあ、ついでに、ね、寄ってもらって、え、こうやって言ってることがもうご自身の目で見ていて、なるほど。皆さん、あの本当さっきね、北条さんからありましたけど、あの血液採取するわけでもないし、痛くも痒くもないのでね、うん、あのふらっと訪れていただくと現実が分かるんですよ。え、こんなに血流流れてないの普段っていうのがひゅーっと動き出す。これがなんかね、なんて言うんでしょう、面白いくらいね、面白いですね。誰でも動きますからね、すごいですよね。本当にあれをやっぱり見る感動っていうのは僕やっぱり未だにありますので、説明会でね、はい、人様の後ろから見てるとなんか嬉しいですよ。そうですね、変わるんでね、皆さんがね。だからそのさっきのね、新森さんのやっぱり立ち仕事で大変じゃないですか。で、その立ってる時にやっぱりこう血も下がってくるし、疲れも溜まってくるし、でそれが僕らもね、そのイベント会場行くと日頃なかなか立ち仕事じゃないもんだから、なおさらダメージ激しいんですね。それで2日目3日目になるともうドロドロになるわけですけど、その時に部屋に帰ってホテルで水素吸うと、もう翌日何ともないんですよ。もう何もこともなかったかのように戻っちゃうから、すっごい便利なんですよね。立ち仕事の人にはもうぜひそんなことで使ってくださいなんてね、お話ししてます。なるほど、皆さんご様子伝わりますでしょうかね。あの、うん、ね、単純にあの栄養ドリンクみたいにね、ふっと飲んでっていうね、だけじゃないかもしれないんですけど、この水素、あのよくね、僕こんな今日も今朝いろんな方と話したんですけど、あのガスって言ったじゃないですか、さっき、はい、ね、この入れる、え、これは水素を入れるのって聞かれたんですよ。なるほど、ね、で実際こうスイッチをこうペタッと押すとボボボボってなってる、このガスなんですよ、ガスで、それは、え、鼻にきつくないのとか言われるんで、もうやっぱりね、体験が来てっていうのが、そうですね、一番何のね、あの吸ってると吸ってる感じしないじゃないですか。ですね、ね、お水からあのガスを取り出すという仕組みなので、
ガスはいくらするのって聞かれる時があるんですよ。ありますよね。ベッドいくら毎月かかるのとかですね。結構聞かれます。そうそう、お水ですからね、お金かからないのでね、そういうものです。はい、そうそうそう、私もね、よくランニングコストはぐらいね、聞かれますとね、いや軟水を、ね、柔らかいコード、柔らかいお水をね入れていただいて、その後飲むなりね、お肌につけるなりっていう風にやっぱりご説明すると、ああなるほどなるほどみたいなね、そうなんですよ、ねえ、まあ本当にね、体験してもらうのが一番早いですね。でもね、新森さんは本当に料理がうまくて、行くとね、もうこれが食べたいって言ったらホイホイって出してくれるんですよ。昨日も行ってね、チーズフォンデュが食べたいってメニューのどこにもないのに言ったらね、10分後に出てきましたよ、チーズフォンデュがすごいですよ。特別なお客様だわがままな客ラジオ聴きの皆さん、ね、特別な日には特別なことを言ってみてもいいかもしれないで、しもりさんは今度はどんな料理を作るんですか。今度ですか、はい、今度は、やっぱ今寒くなってくるので、はい、鍋料理をまた、ね、スタートしたいなとは思ってます。あのね、恵比寿で流行っている通風鍋より美味しいものを、ね、沖縄で作っちゃいましたよね。そうですねすごいですよね。はい、なんですか、肉鍋、肉鍋、海鮮鍋、いろいろ 2種類ぐらいありますね。最近これ行けてないもんですから、私の息子が中学なんていうか試験がどうのこうのって明日なのって、まあ、そんな状態でねちょっと行けなかったんですけど、楽しみですね。はい、はい、皆さんね、琉球ヒート、うん、宜野湾市、住所宜野湾市益城3の8の7番地ですね。はい、表に5台ぐらい確か車止められるんですが、裏手にもありますからね、皆さん遠慮なくね、車どこ止めんのって聞いてもらってからね、裏にご案内してくださるので、スタッフの皆さんもなんか気持ちいいですもんね、やっぱこう教育を新森さんが。そうですね、はい、はい、やっぱサムギョプサルって、ね、なかなかわからない方もいるので、その食べ方を教えてあげるっていうのは、それがやっぱりメインで接客してます、ね、焼いてくれるんですよ。そうですね、目の前で、はいね、一番美味しいところで食べさせてくれる、はい、あ、言ってましたね、食の遊園地でした、ね、そうですね、はい、そうそう忘れた、うん、というわけで皆さんね、琉球ヒート、それからね、ドクター水素ボトルで体楽にしましょうね。はい、またね、嘘のような本当の話ということで、これからね、冬にかけても、うん、冷え性の人にもいいかもしれないな、はい、ね、いろいろな話をお届けしていきたいと思います。はい、この番組ね、メールアドレス797@fmgino1.com でございます。何かね、お便り気になるわとかね、こちら宛てにご連絡をぜひぜひくださいませ。ということでね、パーソナリティ土井秀人と、はい、ゲストの新森ちかさん、琉球ヒートからですね、はい、それから WO イースト代表の工場さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。ございます。はい、また来週。